マーサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。中華料理屋です。コンビニ店員。それぞれ理由を教えてください。お父さんがやってて、それを継ぎたいのと、中華の料理が好きだからです。お金がたんまり集まるから。お父さんが作ってくれる好きな料理は何ですか？チャーハンです。僕もチャーハン。これからも美味しいご飯とかお店を頑張ってください。お父さん頑張ってください。お父さん、何になりたいですか？楽器屋さんです。みんなの前で楽器を弾いて、みんなを笑顔にしてみたい。どんなこと頑張りたいですか？ピアノとか習いたいものをまずやろうかなと思いました。頑張ります。将来の夢は何ですか？パトロールカーになりたいよ。警察官になりたいんですか？はい、かっこいいからです。夢、将来何になりたい？なりたいのは、USJ に行く。 USJ はどうして行きたいんですか？楽しいから。ジェットコースター乗りたいんだって。将来の夢だってバスケです。どんな風に活躍したいですか？バスをシュートしたいです。好きな選手はいますか？スープスの A ちゃんです。試合のエスコートティッチを着ました。バスケ選手になるぞ。ナジョー。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回は南館3階のキャンドゥです。イチオシはマグネットスイングケース、マグネットスイングケーストール。冷蔵庫の側面にマグネットで貼り付けるだけ。収納物が見えて取り出しも簡単。しかもわずかなスペースで収納することができます。用途に合わせて使い分けても便利。次回の収録は3月23日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。